無線がくらい。どういうこと？みんな静か、無線。なんで？話し合いするからってのもあると思うんだけど、市議会見た？コンビニのやつ。あれかなと思う。あれとかで今アンダーボーサーちゃんも話してて。待って、俺その場におらん、マジか。でも2階にいるよ。行った方がいいよ。行った方がいい。いや、その内容かどうかわからんから、俺のたらのあれ、憶測、想像やから。ああ、まあ、でも。言われたら行ってもいいと思う。おはようって言ったとき、別に何も言われてないからな。そうそうそう、だから別にいいとは思うんだけど。一応、アーティファクトは持ってるけど、今、全体的にみんな何してるかわからん。話し合ってんのかな。EXT クリップってやつをつけた後にグリップつける場所って、あ、同じ場所か。ごめんなさい、何でもないです。あ、OK で。OK。いいやで。怖い見た目、ほんで。ハロウィンよな。ハロウィン。ちなみに、こんなに浮かれて、うん。人と会ったの、これ初めてやね。おい、もっと出会えよ。絶対出会った方がいい。あ、俺もゾンビで行こうじゃん。こんなに浮かれて。あ、確かに俺もハロウィンで。ゾンビないんだよな、多分。せっかくだから、ハロウィンっぽく。夏の時にさ、スリラー踊ってんけど。あ、そうなの？そう、それでゾンビになっててさ。あ、見たことある、それ。これで行くわ。ハロウィン。それ何？それ。ん？これ、マジマゴロウ。何それ。龍が如く。あー。あ、違う。スプレー。キュルちゃん！ヘルー。何？え、ハロウィン仕様のなんかあんの？食べ物はある。そう。あー、アールグレー。スプレーやっちゃう？こんなか絶対バレんくね。こんなかって吹けるんだっけ？いけるよ。こんなとこ。マリエル何やってる？まあ、アジト前でご飯あげたり。あー、ちょっと白い起こしてほしい。いや、部屋の方。はい。倒れたんや。オッケー。ここは無理そうだな。無理だな。距離的に、あ、でもいけるな。くそ、6つ。6つ。あった。オッケー。よーし。オッケー。もう9時か。早いね。あっという間やで、ほんまに。あれ？くっ、ちゃ。いや、マジ、今日は3時間で終わるから。マジで。あ、今ちょうど3時間。今、勢力。いや、どうなん？なんか、勢力のあれによるよね。色の数で言えば、島の数で言えば、モズでしょ？とか、にもよると思うけどな。人数とかさ。ハッピーハロウィン。あー、ハロウィンか、今日。ハロウィン感ね。これから出るんかな、ハロウィン感。なさすぎるけど。みんななんかハロウィンっぽいことした？っていうか。何もしてないけどね。立ってきて。テイさんいる？いるよ。ちょっとね、今休館向かってきてる。受験勉強したよ。ハロウィンっぽいでしょ。いや、もうかわいそう。お菓子あげた？いいね。なれる？この子直したら迎えるね。うん、待ってるね。うん。かぼちゃプリン、うまそう。かぼちゃプリンいいな。何もしてねえんだから俺。オッケー。子供に日本人だから関係ないよって言ってる。就活な面接の結果来て落ちた。うわ、どんまい。俺も落ちたよ。かぼちゃのシュークリーム、クソうまそう。いいな。誕生日、おめでとう誕生日。ハウジングの方？ゲイ。おめでとうだよ、誕生日。TikTok から来ました。珍しいね。知るか。俺がチルっていう単語を言うだけで発動するから、これ音楽。カツ丼食ってた。ハロウィン全く関係ないやつ追ってくさ。レスタークの線戻りました。終わり。OK。いや、マジでも今日こそさすがに短くやんないとな。本当に死んじゃうよな、ずっとやってたら。夜ご飯食べてない。ハロウィン終わったらクリスマス。クリスマスか。クリスマスか。11月か。11月5日は俺の誕生日か。祝ってもらえるのかな。誕生日あんま好きじゃないんだよな。祝ってもらえるか怖いから。いい子の日ね、覚えてね。こんなにいい子いないからな。誕生日嬉しいのなんてさ、若い時だけだよ。お祝いしてくれんのかな、みんな。いった。誕生日ぐらい YouTube ライブやりたいけどね。ありがとう。
でもさ、おもろいもんで、たまたま携帯のデータ見てたんだけどさ、ちょうどね、このぐらいの時期にハマってたんだよな、昔ちょっとぐらい。1年越しだよね。何歳になった？いや、まだ誕生日じゃないから。真島ゴロやで。真島コロ。去年ね。ヘル、どこいる？今、レギオンでちょっとハロウィンで仮装して遊んでる。ああ。遊びに行く？水行く？この後特に今なんかしてるとかないよね。一応ね、今アーティファクトは受けてるけど、ちょっとまだ待ってるって感じかな。オッケー。とりあえずレギオン行くわ。キリュウもお願いします。キリュウはね、友達がやってるんだよな。あ、犬猫、あ、こんにちは。はじめまして。はじめまして。お名前何ですか？安城なるって言います。よろしくお願いします。安城なるさん。真島五郎ではないです。はい。あ、真島さんかと思っちゃいました。違いますよ。いかつめの渋い方は、車も結構撮ってるとお聞きしたんですけれども。ほう。車に詳しいお店とかわかりますか？あー、高級車になっちゃうけど、エデン、うち、俺働いてるで。え？エデン中高級車や。あ、連絡先送ってや、兄ちゃん。急に人格変わった？あ、じゃあ連絡先ぜひ交換しましょう。送ってやー、キリュウちゃん。はい、あ、送り方は、わかるか、筋肉が F1 ですよ、ね、F1 市民、連絡先を教えるや。あ、なあ、出てってくれへんか、今から忙しいか。ちょっと待ってな、お兄ちゃん。いいよ、ゆっくりで。耳がどうしたんや。なんや、どうした、なんて言った？なんでもないです。あー、大丈夫か、お兄ちゃん。あ、エデンちゅうな、工業車ディーラーやっとるんや、わしゃ。はんはん。今、営業中でっか？今、営業中ですね。あ、今、時間あったら、ちょっと連れてってもらいたい。エデン、ノリ。えんか、兄ちゃん、すまんな、ほんまに。隣いいか？エデン。失礼します。エデン。じゃあ、送るさかい。はい。爆速で頼むわ。了解。大丈夫だ、急に時間取らせてしまって申し訳ないの。高級車の仕事入ったから行ってくる。いらっしゃい。なんかいい車あった？そう。うん。あれ、名前が、待ってくださいね。思い出しますね。いいよ、ゆっくりで全然。名前思い出しました。ラプターって車ご存知ですか？ラプター？ラプター。あのさ、スポーツかスーパーどっちかわかる？多分スポーツ。思ってね。三輪車っすね、三輪車。三輪車。三輪車？なんか後ろ後輪が一輪で。あ、そんなのあった。あー、はいはい。かわいい感じの。ラプター。どうだね、今ね、資料があってね。あれを。ちゃんと働いてるんすね。いや、そうだよ。失礼だな。働いてるだろ、どう見ても。いや、見た目がちょっと、まあ、そんなもんか。そんなもんだよ。あ、お待たせしました、お客様。あ、これピッタリ賞だったら安くしたようか。ピッタリ賞っていうのは値段いくらだと思う？え、頑張って。心理戦。ヒントはなしですか？ヒントはない、もちろん。よし、任せください。あ、じゃあ分かった、まあ、初心者だから。はい。5000万以下。5000万以下、それだけあれば十分です。おー。じゃあ答えますね。いいよ。答えは5000万。ブー。え、1000万です。え、安っ。うん。え、しかも届かない。1000万でございます。800万しかないな。惜しいな。800万しかないな。さすがに値引けないね、これは。怒られちゃうから。うん、街的に怒られちゃうから。またじゃあちょっと人稼ぎしたら、ご連絡しても大丈夫ですか？ちょっと待って。もしあれだったら、バイト斡旋できるよ、うん。もしやることないなら。あ、ちょうどまあ暇っちゃ暇なんで。マジで？うん。ちょっと待ってね、じゃあ。うん、全然。あ、どうしよっかな。ナリル？どうした？もう水いってる？あ、今アジトいるから一緒に行こうよ、じゃあ。なんかね、初心者の人いてさ、バイト探してるっぽいけど、なんか頼んだりする？あー、みんなで行くなら。だったらね、硫黄頼みたいわ。あー、オッケー。そしたら、白井さんに紹介すればいいかな。オッケー。オッケー、ちょっと、じゃあ。ごめんなさい、ちょっと今してて、今無線戻ってきたんすけど、レギオン行けばいい？じゃあ俺もレギオン行くね。オッケー。オッケー。じゃあ今ね、斡旋してくれる人。なんか動くことある？なんもない？そうですか。うん。お水取り行く。さすが兄貴。え、しかも、それ、多分だけど、一回頑張ればラプター買える。行ってに行く？え、マジで？300万もらえると思う。救急隊だ。時間も取らない感じ？時間はね、かかっちゃうんだけど。大丈夫じゃ大丈夫。うん。了解
全然大丈夫ですよ。おすすめはまあね、一人で乗っていいよ。一人でなんかやんの苦じゃないんだったらいいんだけど、はい、まあ、それこそ誰か誘ってやるとまあすぐ雑談しながら終われるから、はいはいはい、なるほど。そう、ただそのお金がさ分配になっちゃうから、うん、はいはいはい、まあ、一人でやった方がお金は稼げるけどちょっと虚無。そこは今相談って感じ。相談、そう、自分自身と相談やね。その自身と30分どうかな、硫黄を集めてもらうんだけど、うん、洋服、うん、硫黄っていうやつ。ああ、あの、うん、元素記号のやつね。そう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 、それをね集めてもらって車満帆にして、はい、多分何百万もらえる。マジか。うん、百万で集めるとどれぐらいですか。聞いてみようか、聞きに行こうか今から。ちょっとね、紹介する。俺ちょあくまで仲介人だから。はいはいはい。斡旋する人やから。全然。硫黄欲しい人なんているんですね。そう。何に使うんだろう。保険業者ですかね。ね、何に使うんだろう。なんかなんだろうね。聞いてみたら。確かに。ここで来るはずだから。あ、いるいるいる。こんにちは。この方だね。この。あ、すいません、お待たせしました。ちょっと待って。はいはい。犬の子さん。こんにちは、こんにちは。メカドックです。メカドックさん。魔法少女カフェの琥珀と。琥珀と甘くて美味しいやつ。あ、琥珀。ユニコさん、ちょっと待ってね。琥珀糖ね。琥珀糖で。取り込み中ですね。では。ありがとうございました。いえいえ。こんにちは。こんにちは。はじめまして。はじめまして。はい。犬ぬこさん。そうですね。犬ぬこと申します。あ、犬ぬこや。本当だ。名前間違いなく。あんじょ、あんじょ。街に来てどれぐらいですか。うちにて2日目っすね。ちょっと待ってね。でバイトを探していると。そんなに痛いんだよ。お金が足りてないんで。適当に大丈夫。わかりました。はい。待って。あ、違うか。はい。硫黄の価格帯は前より結構取れるようになったからな。いいっすね。おー、そうですね。パデハレだ。はい、派手派手だ。めっちゃ派手ですね。はいはい。あ、ちょ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 いちょい。はいはいはい。ちょ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 い。こんにちは、こんにちは。何？何だ？何なんだ？何かの相談ですかね。あれ知り合いですか？ちなみに。いや、知らないですね。あ、知らないですか？はい。あ、し、あ、知り合いではある。知り合いではある。ですね。はい。一応じゃあバイトで頼みたいものが。はいはいはい。硫黄っていうものを取ってきてほしくて。硫黄、わかりました。リキッドサルファーってやつなんですけど。リキッドサルファー。っていうのかい。はい。地図を開いてもらって。はい。地図を開いて。はい。わかんない。ここから右上の山の方に行って、3053、3054が番号があるところ。結構右上ですか。結構右上ですね。ゆかりあるもの。3053見つけました。いっぱいだ。そしたら近くに黄色いフラスコのマークありますね。ちょっと待って。ありますね。じゃあそしたらここに行っていただいて。これで大丈夫。はい。ここに石ころが転がってるんですよ。はい。あ、その石ころから白いポリタンクみたいな。白いポリタンク。はい。まあ、リキッドサルファーっていう名前の、ね、そのアイテムが出るので。ちょっと声でかいですよね、あの人ね。ペールノエルやろ。ちょっと声でかいですね、あの人ね。言っておきます。すいません。上田さんはちょっとすいません。あ、どうしました。声がでかくて。金出た、金出た、金。金出た。何、金出たカード。金出た、金出た、まだやってんだカード。やばい、マジ。パンパン。パンパンですね。終わりました。で、結構まあ、大変っちゃ大変なんですけど、はい。この街のバイトの中ではかなり簡単な方。あ、結構早めに終わります。そうです。あ、早めではないかな。早めではない。ちょっと時間はかかる。1時間くらいかな。1人だったら1時間くらい。そうですね。終わりました。友達と協力したら30分くらい。終わりました、わかりました。はい。で、まあそうだな、他のやつよりはこう、あの、1回に出る個数が多いんで。はいはいはい。多分1時間から50分、45分くらいだと思うんです。あ、1人でやると1時間から10分以内。まあ50分ぐらい。終わりました。なんでまあ一旦400でお願いできますか。400個集めればいいんですか。あ、いや400万。400万で、車パンパンですか。はい、わかりました。こんな感じで。はい。で、お名前、稲猫さんですよね。はい。これは今
多分1台車をお貸ししたので、はい、この車をさっきのところまで持って行ってやればいい感じですね。後ろのトランクに、はい、時給400万ですよね。時給400万そうなるか。そうですか。ほぼほぼ時給400万ってことですね。全然いいですね。よかった。すみません、一回出してもらえますか、車試しに練習で。あ、これ目の前のこれですか。あ、いや違いますよ。一回多分ね、ガレージに行ってます。イメリコさんの B の筋肉で、オープンガレージ。あー、ランポ1。そうそうそう、いい名前ですね。でしょ。いい名前。おーい、おい、めっちゃいいっすね。これで後ろでね、タブの筋肉を押すと開けれるんですよね、トラック、トランク。それはちょっとわかります。これでこう、はい、この中にいろいろ入ってるんで、これの枠を全部埋めればいいみたいな。はい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 。あの、まあ枠というか、この中に1600個入るんですよ。はい、あ、じゃあ1600個埋めればいいですね。なんか多分それ以外のものも取れちゃうんですけど、それは僕たちはいらないので。あ、いらない。はい、リキッドサルファーだけ入れてもらって。いや、もらっちゃっていいですか。はい、わかりました。ただ1600個ぴったりここに調整して入れてもらえると助かります。はい、わかりました。はいはい、お名前なんですか。僕は名前結構コロコロ変わるんだよな。名前変わる。連絡先交換しましょう。あ、ぜひぜひ。今日何に使うんですか。色はね、やっぱあの花火とかね、打ち上げた。あ、花火師なんですね。そうなんですよ。でっけえ花火を打ち上げてんすよ。はい、やっぱこの町にでっけえ花火を打ち上げるためにいるんすよ。はい、出来花火見たら教えてください。はい、これ初心者さんだからこれあげる。連絡先届きましたかね。待ってくださいね。白井マンタさんで。あ、そうです。はい、雰囲気に僕に届きました。あ、届きました届きました。連絡してくれたら大丈夫なんで。わ、はい、かりました。ご飯、ご飯、はい、ご飯と飲み物あげる。ありがとうございます、ありがとうございます。新車マークには優しくっていうのがこの町の心情じゃないかな。女性の方はちなみに名前は。あ、伊豆猫、おはよう。猫天使、おはようございます。猫天使さん、なんかシンパシー感じますね。そうだな、なんかすごいある。暗証見ろよ、不思議だな。はい、連絡先も教えます。ネチコの、またネチコ。花火つけたら連絡してください。紫ゲットしたぞ。またネチコ。しかも今レジェンド出たぞ、レジェンド。おお、レジェンド見るか、レジェンド。本当にそんなに暑いの、引きに行こうよ。いや、暑いよ。レジェンド、レジェンド出すのに800万かかったぜ。誰に売れるの？800万、高っ。これネチコだ。ちなみに、そのカードのゲーム一番金出してたのは山本さんだよ。ま？絶対返せよ、これ。あの人はめちゃくちゃヤバかったね。絶対返せよ、本当に返せよ。これすごいレアなんだ。じゃあな。待って、逃げろ。いや、今カードバック嘘だよ、嘘だよ、正直。早く返せよ、本当に切れるとこだったぞ、僕。待って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 返せよ。返す返す。これナイスじゃん、これ800万たっけー。でも転売できるかもね。転売できんじゃない。誰が買うんだ、800万で。みんなやっぱ売ること考えちゃうんだ。あんないかな。ちょっと行ってくるね。欲しい人いるの。いや、僕が欲しい。これ返すよ、一回カード。天使ちょっと待って。ん？うん？ちこ、これ俺のじゃないよ。天使のじゃないの？え、これは白井の。ああ。だから白井の。あれ、今からどこ行くの？水。水ね、オッケー。あのさ、うん、クラフト場どこ行った？待って。7026の方。オッケー。あのさ、うん、あの緑の、緑っていうか、無限のかん、うん？あの青い。どこいる？誰に言ってる？7026でいいよ。向かう向かう。キヨトね。右前のさ、うん、人、アマクサなんだよ。どれ？無限の彼方に？モンギに？うん、青い服の人、右前の。ほう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 。なんかわかるかもね。一緒になんかやれば。あ、でもそっか。一緒に働いてんのか、店主は。いるのいる？うん。お水誘う？ワンチャンあり。シレさんに聞いてみる。あ、ちょっと待って、ちょっと待って。あ、アンジョちょっと来て、アンジョちょっと来て。ん？大丈夫か？うん？潜めて。うん。あれ、雨草誘ってみる。今から水取り行くんだけど、一緒にどうみたいな。チレさんに聞いてみよう。うん？チレさんに聞いてみよう。確かにね。今だと、123の白井マンタがいるんで。
はいはい。そうそうそう。これで送れます。はい。わかりました。今は大丈夫なんですけど。はいはい。じゃあ、はい、終わったらって感じで。はい、お願いします。はい、お任せください。はい。はい、ごひいきに。頑張ってね。いなかったら安城で。うん。安城。俺俺。安城なる。わかりましたわかりました。俺に連絡しますね。はい。安城なるでアナルだからよろしくね。はい。うん。はい、ごひいきに。アナルによろしくな。はい、花火みたいです。うん、違う。アナル。さんがさ、天草なんだって。あ、そうなんだ。そう、なんか天草の様子を安城が見たいって言うから、じゃあ見たいっていうか、そうそう、どうかなと思って一緒に喋ったらなんかわかるかなみたいな。水一緒に取り行くみたいな、誘ってみようかって。4人で。うん、いいよ。オッケー、電話するね。天草に電話するね。え、ダメだ、俺なんだ、爆発する音する。すごいな、もう。あ、てか、でも、シュレさん、ちょっとこれ、車いい？大丈夫か？車乗ってもらっていい？あ、オッケー。一人で行ってみ。あ、この車で行くか。ねえ、体重い。ここ重いんだよ、レギオン。じゃあねー。危ない、危ない。じゃあさっきのさ、話し合い的にはどうなったの？あの、あ、ま、待って、誰？痛くはある。あ、ちょっと痛い、でも痛い、死んでた。これじゃないな。やるじゃないか。アマクサはどうなったの、話し合い的に。なんかあれだったらそもそも誘わなくてもいいのかな。そうだね、今のとこちょっとね。大丈夫そう？なんか後ろ向きではあるから。じゃあ大丈夫、いい方が。じゃあいいか。いや、どっちか、どっちの方がいいかなと思ったんだけど。うんうん。ナリル、ねえ、電話帳にあいつがいね。電話しなくていいかも。電話しなくていい。いいの今回は。うん、オッケー。後ろも乗れんだ、これ。乗れるよ。むずいくか。じゃあこれにパンパンにしようぜ。オッケー、パンパンにしよう。よかった、ちょうど硫黄もね、集めれるし。これでガソリンないよ、うん、こっちにもガソリンないよ、白井。ほんとだ、ガソリン入れ行くか。うん、急にある。ないかも。ここかも。北に行こうか。ここかも。オッケー。じゃあもう彼のこと知ろうっていう感じでもない。そうだね、今んとこだいたい結構みんな、うん、あんま前向きではない感じだった。うんうん、了解。じゃあ一旦俺はそこはストップするね。うん、むしろなんか安城の情報収集能力をみんな褒めてたよ。あ、ほんと？すごい、うん、あ、よかった。ミッキーマネズミ、ええ、ネズミで頑張ってたもんね。あ、そうだね。え、うん、うん、ネズミの姿でレギオンオロオロしてた。アマウスで、うん、企画やってるからって言って、うん、絶対にバレないように聞いたから、その…でもね、周りがめっちゃね、うん、あの人とアマグサ知り合いって聞いてて、ちなみにだけ。ああ、まあそうだろうね。え、でも聞いちゃうんだ。あ、まあまあ、いろんな人にあれだけど、あの企画、うん、クイズ大会やるって言って、いいところと悪いところね、まあでも乱雑に、あれだから何十人にも聞いたから、うん、